どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ4やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はエンマ大王仲間にしちゃいましょう、はい、結構先だったよね。まだ一個も行ってないんで、これは時間がかかるかもしれないな。とりあえずエンマ場所までやっていきましょう。いやー長い長いね。マジで4時間以上かかったね。めちゃくちゃ長いよ。ようやくエンマを、ゲットできるエンマ場所まで来ました。本当に長かった。まあ、とにかくあとここで終わりなんでサクッと終わらせちゃいましょう。もうここはねトーマがめちゃくちゃ輝く場所だから、トーマを入れてで鬼の手でゴリ押ししていけば全然いいもんね。動くな動くな。はい、敵自体は全然楽勝でね勝っていけるんだけど、あれよこれポイント制でだいぶかかるもんね。その番付を上げるのがとんでもなく時間がかかる。もう冗談だろっていう感じ。よっしゃまだか。もう何回も何回も戦った。おおこいつらああったね。こいつらいたいた。そういや結構初めにやった時に苦戦したような気はする。でも今となっちゃ多分大丈夫でしょう。いや結構強い。OK どこだゲームどこ。いた OK。 これ下手するとやられるね。あれ下手すると全然やられるぐらい敵は強い。じゃあまあまあヒーラーもよく来るし大丈夫とは思うけどね。よっしゃー OK。 はい残り白子。よっしゃー次はボーイか。おお周りは弱いな。周りは全然弱っちいぞ。簡単に鬼の手でぶっ飛ぶんじゃない。多分ジュニアからいきたいね。はいはい。あ硬い一応硬いね。はいっしゃー次コブトグモブも。ああもう倒せたのにな。ターゲットがね難しいのよこの大相撲の時って。はい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 。いいよ吹っ飛ばせ。あまだか。よしこれでフィニッシュかな。はい楽勝。次は神妖怪たち。ここは余裕だね。カイラ舞踏会で戦ってるんで余裕です。まあ、若干ついてくるやつもいるけども、あいや余裕だわ全然。あ回復するからそこだけちょっと若干注意聞くと、あと竜巻の術かあれを根元からもろに食らってしまうと死んじゃうからそこもちょっと注意か。じゃああと1体サゴ城。おお楽勝でカイラ様か。おお風来連れてないの。一人で来るとはだいぶ余裕っこいてるね。ぶっこいちゃってるね。よしあ結構やっぱ HP が高い。でこの後にちょっと待ってよ。えエンマ出てくる。どうだっけ。硬いねさすが。
エンマ出てくるかな。なんか出てきたような気もするし、出てこなかったような気もするんだよな。どうだったっけ。はいはいはい、まあまあさすがの強さだわ。危ねえ、こうもやられそう。ナイス、ありがとう。よっしゃ、よし、もうぶっ飛んで。いやまだぶっ飛ばねえな。必殺技使うまでもないと思うんだよね。おっしゃー、来たなエンマ。エンマを倒してようやくエンマゲットだ。長かった、うん、合計5時間かかってるね。だいぶかかった。お、さすがの強さ。あ、やばい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 、 HP ゼロや。 HP ゼロ、 OKOK、 さすがやね、さすがの強さ。じゃあ必殺技使うかね。これちょっと攻めちゃおう。確か HP 半分ぐらいでも10だったら飛ばせたような気がするんだよね。 HP 高っけーなーエンマ。じゃあぶっ飛べ。あー必殺技出なかった。一応ちょっと注意しようか。食らうなよ。おお、俺の、ああ嘘。ちょっと待って、危ねえ、曲がってきた。すっごい曲がった。すっげえ曲がったよ。嘘でしょ。ちょっと待って、防御力上げよう。うん、防御上げて、で鬼の手で攻めようか。もうそろそろぶっ飛んでちょうだいよ。まだか、しぶといな。待って待って待って、回復せんと無理だ。よし、やりよるわ。もうぶっ飛んで、よっしゃー、いけたー。お、やったー。ありがとう。そうだな。でこれで、え、まあーでもそうか、装備品がないのか。装備品がないんだ。え、闇エンマとかどうだったっけ。あ、ヤシャエンマはバスターズのところだよね。闇エンマどこだったっけ。エンマカイラと合体してのやつだよね。あ、どうだ、覚えてない。覚醒エンマになるのは、それにもなんかアイテム必要だったか。あ、必要だったか。あ、そうか、こいつもいるんだった。雷電流ね。はい、では入手しました。レベルはいくつなんだい。ボーイ変えようかな。エンマ大王、あ、レベル50、若干低めだね。低い低い。うん、まあまあ99まで上げて、やっていきたいと思います。そうか、限界突破もしなきゃいかないから、なんて言ってるかわかんない。120まで上げていけるんだな。まあ、そこまでやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。